足立区立長戸小学校は東京都足立区が設立、運営する公立小学校。足立区東部最東端に位置する区立小学校であり、1957年に足立区立大足立小学校の分校として開設された。足立区立長戸小学校として開校するのは1964年のことである。長戸という校名から自然と山口県の旧国名である。 長戸国、あるいは、そこから名付けられた、戦艦長戸を連想する人は、関係者、非関係者と問わずに多い。だが、長戸小学校の長戸はこれらの名称とは、一切の関係はなく、中川地区の歴史的経緯にその名称由来はある。学区域の周辺は1932年から1965年まで、長戸町という住所を用いていた。これは、 江戸時代の中川地域の開拓者である、浅田町営門神殿の町と門から取って付けた地名である。長戸小学校は、足立区長戸町に所在する小学校ということを意味している。三つの目標の実現を目指している。 アクセス http コロンスラッシュスラッシュ w w w a d a c n e j p スラッシュユーザーズスラッシュ adnato スラッシュクリップイメージ 0021.jpg こういったマークの中に桜が入っている。桜の中には、長戸と縦に書いてある交渉です。アダチ足立長戸小学校校科1 9五十年に中川四丁目に 足立区立大アダ小学校が開設されると、常磐線以南地域の生徒児童らは、常磐線の踏切を越えて、この小学校へと通学していた。しかし戦後の住宅開発による学生児童数の急増で、大谷電小学校の収容能力が限界に近づき、さらには、常磐線の運行電車本数の増加と高速化で、踏切を越えての通学に、 不便さと不安感が増していくとともに、近隣地域住民の間に、常磐線以南地域への分校解説の要望が高まった。地元の学校建設に期待をかける地元住民の思いは強く、難航が予想された、学校用地の確保のために農家が自分の農耕地を提供してくれるなどの協力があった。こうして1957年4月1日、 大谷伝小学校長戸文校が誕生し、その後木造校舎の鉄筋化改修工事などを経て、1964年4月1日に、足立区立長戸小学校として開校する。ありがとうございます。